シアが美容院に送られるじゃないの。わかってるよ、話して出る、うんうんうん、やった。もうあんたの弟のよだれでシンシアがベトベトじゃない。これはあなたのじゃないのよ。ごめんね、アンジェリカ。いや、汚い。あの子本当に大きい子のおもちゃが好きなのね。スージーもそうだったわ。それでどうしたの？エドウィンのお風呂のおもちゃを与えたの。そしたらうまくいったわ。あら、それはいい考えね。トミーのお風呂のおもちゃなら箱にいっぱいしまってあるし、あれならお下がりに出してもいいわよね、トミー。うん。みんな、お下がりって何のこと？そうな、お魚の仲間じゃない。うん、違うわよ。ママとパパが子供のものを別の子にあげちゃうってことよ。私いつももらってるもの。うわぁ、トーベ、デルのものが何かもらえるんじゃない？いつもデルが君の取ろうとするから。デルのもらっても仕方ないよ。そうだ、テディベアの模様のおもちゃがあったな。あれならちょっといいかも。それにピカピカのスプーンもあるし、ふわふわの枕も。それにラグラッツニコロデオン。